情報理工学部西浦と申します。私は現在ですね、この快音化スピーカーの研究を進めております。私が現在研究しているこの快音化スピーカーですけども、不快な周波数を、聴覚マスキングという原理を使って覆い隠すことによって快音に変える、そういう、スピーカーになります。それではこれよりその効果を検証してみましょう。奥側のスピーカーが騒音源です。で、手前側のスピーカーが快音スピーカーになります。で、この上側の赤いあの部分がマイクロフォンになりまして、このマイクロフォンによって周囲の騒音源を検出します。そして周囲のスピーカーからですね、快音信号を出力することによって音環境全体を快音にします。それではまず騒音源を聞いてください。このようにピーという不快な周波数が、不快な音が聞こえるかと思います。それではこれを快音にしてみましょう。はい、それではこれより快音化の仕組みについて見てみましょう。はい、こちらの図がですね、スペクトログラムと言われるものでして、横軸が時間、縦軸が周波数で、色の強さが信号の強さを表しています。最初、ピーという不快な騒音に対して、快音スピーカーからこのようにですね、この不快な信号を覆い隠すようなスペクトルが観測できるかと思います。このスペクトルによって、不快な信号を覆い隠すことによって、基本的には快音化を成り立たせています。さらに周波数が変わってもこの快音スピーカーは追従することができます。それぞれの不快信号に合わせてスペクトルで覆い隠すことによって快音を実現しています。はい、この快音スピーカーは従来のいわゆる消音という考え方と基本的には異なりまして、音を消すのではなく別の音で覆い隠すことによって聴感上気になれなくする、新しい考え方の、減音装置であります。よってどちらかというと大きな音というよりは小さいけども耳障りな騒音、そういったものを抑圧する、聴感上抑圧する効果が期待できますので、例えば避難所であるとか仮設住宅のような多くの人が密集して生活する空間で騒音問題を解決できる新しいスピーカーであると、そのように考えております。